はい、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、最近ですね、まあ現時点でという感じになるんですけども、ハンドミル、いわゆる手引きのミルでですね、いわゆるステンレス製の臼を使用したものすごいね、高性能な手引きミルがですね、ここ数年で、一気にね、いろんなメーカーさんがね、出し始めてきたんですよね。でね、ほんと優れてるんですよ。もうシャンシャン切れるし、一番ね、すごいのが、リュード、いわゆるメッシュというやつですね。こう引いた後のこう粒のを揃えてくれる、なるべく。やっぱりね、どうしてもそのミルっていうのは、あの電動ミルとかでもね、同じなんですけども、やっぱり微粉が多少ね、気になったりとか、粒度がちょっと揃わなかったりして、抽出するときにちょっと味のブレが出たりするんですよね。そういった意味で、粒度、いわゆるメッシュを均一にしてくれるというのは、ミルの中でもですね、やはりその、すごいね、性能によるんですよね。その中で、今までこう手引きのハンドミルでそこまでこう何ですか、高性能といいますか、揃えてくれるっていうのはそんなにはなかったんですね。なんですけども、ここへ来てですね、そういったあの価格はちょっと高いんですけども、ステンレス製のですね、ミルで、臼で、しっかりとですねメッシュを揃えてくれるというのが、主流というかね、最近のトレンドになってきました。で、現時点で私が考えてるね、ハンドミル中で3つ、まあ、プラス1という感じでね、3強のミルがあります。で、その3強がですね、やっぱりコーツがつけがたいぐらい高性能なんで、結構ね、迷われる方多いかなと思いました。で、私もですね、よくあのご相談を受けます。なので今日はですね、その3つを私なりな見解でちょっとね、比べた感じで、まあ、もしね、迷われてる方いたらご参考になればなというふうに思いまして、今日はそんなテーマでね、やっていこうと思います。まずですね、その3強プラス1をご紹介したいと思います。はい、まずこちらがですね、コマンダンテというですね、まあ、これ結構有名になってきましたよね。もうドイツ製ですね、ドイツのハンドミルになります。こいつがですね、ある意味火付け役になったかなっていう印象が正直あります。もうこれね、かなり何年も前からあるんですけども、とにかくね、もうすごい性能がいい。ミルがね、シャン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 切れて、リュードがものすごい揃う。でもうスピードも速くなってますし、これのね、これがね、来た時は本当びっくりしました。日本でね、まあ、僕も初めて見たんですけども、最初に使ってみた時にうわーっていう感じでした。そんぐらいね、良かったんですよね。で、行ってる間に、テレビでね、日本ではマツコの知らない世界で、まあ、とある焙煎師さん、焙煎店さんがね、出演したんですけども、その時にね、これをね、使用してたというので、一気に日本でもドカーンっていう感じでね、人気になったという経緯があります。これまた後ほどね、説明しますね。これが、まあ、ある意味しつけ役になったかなっていう僕の印象です。はい、次にね、3強のうちの2個目はこのタイムモアというねシリーズになります。タイムモアね、プラス1ってさっき言いましたのが、はい、最初にね、日本ではこのコンパクトなサイズのナノというねシリーズが出ました。ナノとナノ S というね2種類最初出ました。これはですね、このタイムモアは上海生まれになります。上海で製造されてるんですけども、このね、臼がね、ものすごいよく設計されてます。よくで、最初来た時はね、やっぱりどうしてもちょっと、大丈夫かなっていう心配はあったんですけども、実際に使ってみたら、まあ優れた、ステンレス製の臼でした。で、この何よりこのコンパクトさも良かったんですよね。このナノのシリーズはね、いまだに僕これよく使います。で、それともう一つね、大きいタイプのこの G1 というタイプもあります。これはね、中の臼一緒なんですね。大きさがちょっと違う感じになりますけども、まあね、これがね出てきたんですよ。でね、このね、上海で開発されたこのタイムモアのね、この開発者のチーム、これがですね、若手が揃っていて、デザイン、外見のデザインですね、そして臼のデザイン、これがね、最初なんか3名かなんかでね、本当に若い、チームがですね、まあ、なんていうんですか、こう開発をしたという
経緯があるそうです。実際にね、このチームの人と、お話をしたこともあるんですけども、まあね、素晴らしいですね。この意欲というか、コーヒー道具タイノアはね、これからウス以外でもいろんな、ね、ものを開発して、もうすでに出ているものもたくさんあります。これはね、これから楽しみなメーカーでもあるんですよね。まあ、これが第2強目のやつですね。で、3番手に来ますのは、今このね、3強の中では一番新しく出た G プロというタイプのこのね、ミルになります。これもね、すごくよく考えられてて、まあそのウスの性能というのはね、やっぱりこのさっきの2つにもね、負けず劣らずの性能を誇っております。やっぱりね、粒度がすごく揃いまして、シャンシャン切れると。で、さらにね、特徴的な、まあ、新しいねメーカーさんで、よくかゆいところに手が届くなっていうような感じの、まあ、性能というかね、機能を持ってます。これがね、第3番手になってますね。はい、ではね、この4つ、あ、3プラス1でですね、やっぱりね、迷われる方多いと思うんですよ。やっぱりね、これはね、ちょっと甲乙つけがたいので、ただ細かいね、性能の差、もしくはなんかやり方の差っていうのがね、あるんですよ。なので、それをね、今日はちょっと1個ずつご紹介していきたいなと思います。もしね、ご参考になればありがたいです。はい、こんな感じのね、ラインナップになってます。並ぶと結構ね、壮観ですよね。で、今日はね、まず何をやりたいかっていうと、豆のね、入り具合といいますか、容量というのに、やはりね、ちょっとなんていうんですか、やはり豆の容量というのはメーカーが定めたね、もの、例えばコマンダンテならば 40g まで可能と、焙煎豆が 40g ですね。で、タイムモア、そして G プロは 25g から 30g まで可能ですというようなね、書き方をしてます。ただこのグラム数というのは、豆のね、大きさ、その種類ですとか焙煎度合いによってですね、やはり変わるんですよね。水分量の問題とかありますので、ざっくりそんなもんですというような表記になってます。なのでね、まずそういった観点からどんぐらい実際にこのものそれぞれのね、ものが入るのかというのをね、一応ご参考までにやってみたいと思います。その前にですね、簡単にそれぞれの特徴、これもね、選ぶ中で少しね、参考になるかなと思うので、最初にね、説明した後にグラム数を測りながらね、やっていきたいと思います。まずね、コマンダンテ、こちらですね。これがね、ゼブラという模様になってますけども、もっとね、シックなウェンジとかね、そういったのもの、いろんな種類あります。カラフルなね、タイプもあるようです。で、これの特徴なんですけども、まず、焙煎豆、表記の上では 40g この中に入りまして、まあ、このタンクもね、一応 40g ギリギリ引けるような感じで、できます。で、まあ、いろんな、ね、拡張パーツもあるんですよ。例えばこのノブですね、握るノブを大きくしたりとかですね、今このね、僕の本体レッドクリックスに変えてますけども、この拡張パーツですね、この軸の部分をね、別売のやつに変えることによって、よりね、精度を上げることもできたりします。で、まあ、この緩めて、ここの調整のところをね、緩めて外した、あ、清掃の話ですね。清掃するときは、まあこれをバーンと外して、サシャシャとやっていただくような感じですね。まあ、通常仕様な感じになっております。やっぱりね、これはね、コマンダンテは、やっぱりこう切り開いてきた、なんていうんですか、ものだけあって、最近なんかね、ドリップ選手権かなんかの選手でもね、今までは例えば電動のミルで引いて、コントロールストッカーですね、例えばクルーブとかサザコーヒーのコントロールストッカーとかですね、で、粒度をこうあえてシャシャシャってふるいにかけて、揃えてやるっていうのが今までのトレンドだったんですけど、もっと新しいトレンドになってくると、あえてこういったですね、手引きのミル、高性能な手引きのミル、まあ、コマンダンテが代表格だとは思うんですけども、今のところね、これをあえて使って選手権に臨むという方もね、選手もね、増えてきたんですよね。要はこれで引けば、摩擦もね、ある程度そのスピードが、まあ手引きですからね、抑えられて、劣化も熱をね、抑えることができる。さらに粒度も揃えてくれる。つまりこれでね、事足りるということで、そういうことをやってるんだと思います。まあ、一番ね、特記すべきは 40g というね、大容量でこれで引けますよと。
いうのがまあ一つかなというふうに思います。あとですね、ごめんなさい、このね、ストッカーは、付属でね1個ついてきます。なのでね、それはいいかなと思います。ちょっとね、難点としては一つだけまず挙げるとすれば、今ね世界中で大人気すぎちゃってなかなかね日本でね手に入らなくなっちゃいました。ただね、随時日本にも入ってきてますんで、もうでもね入ってきたそばから出ちゃうということなので、まあね、こう粘り強くこうね、お求めいただければ手に入るかなと思います。はい、次にね、このタイムモアの G1 になります。これですね、優れた点はこのまず何よりデザイン性ですね。すごいね、このなんていうんですか、握りやすい、とにかく握りやすいっていうのが特徴です。あとメンテナンス面でね、これは秀でてまして、簡単清掃というのがね得意です。ここを要は通常ですとここを全部緩めていただいて薄のね中をバッと取らなきゃいけないんですけども、簡単清掃の場合はここをですね押さえていただいて、詳しくはね僕の清掃編というのでやってますんで、よかったら検索してみてください。で、簡単にやりますとこっちをですね外すんですよ。はい、こんな感じでね外しすると、でちょっと押すと、はい、こっちがね逆に取れるようになるんですね。はい、こんな感じです。はい、これでこの部分と、多少ねブラシでシャシャシャと、こう清掃していただければ、とりあえず当面はね全然 OK ですよと。もっとやりたいときは普通のねコマンダンテとか他の機種と同じく、この流度調整を極限まで緩めて外して分解するというやり方で OK かとは思うんですけども、当面はねこれで結構もう OK だと思うんですよ、僕なんかはね。しっかりね粉を取れればっていう感じの簡単清掃というのができます。それはね一つ聞いてたところかなというふうに思いますね。ウスの性能はね、素晴らしいですよ、負けず劣らずっていう感じですね。はい、で一応これはグラム数的には 30g、25g から 30g という表記になってますが、後でそれはまたどんぐらい入るかね、実際やってみたいと思います。はい、ではね一応最後この G プロになりますね。何より特記すべき、特徴的なのが、引き目調整が外でできる、こういうねカチカチカチっと60段階かなできるのかな。でこれはね画期的だったんですよね。通常他の2つなんかはこの粉受けを外してこの部分で調整するんですね。これは今までのオーソドックスな仕様なんですけども、これをあえて外に持ってきたということなので、要は手がねコーヒーつかないとかね、簡単に引き目調整ができるっていうのが特徴です。で見るのね機能というのはね、やっぱりコートつけがたいです。どうしてもね流動のねあれはでもすごい優れてます。これもシャン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 切れますんで、素晴らしいですね。ちょっとメタリックなこういったデザインになってますね。メンテナンスもですね、ちゃんと説明書見ながらねやれば十分可能です。で、簡単清掃という感じではないかなという感じはしますね。ただ比較的それもね考えられていて、あまり部品をねこうグッとずらさない限りはそんなに難しいことはありません。ただね若干ちょっとこう組み立てるときに少しね、手間取る、最初は手間取るかなっていうところはあるんですけども、そんなね難しいもんでもありません。なのでね、こういった3つの、そういった、特徴的な仕様があります。補足でねこのタイムモアのナノなんですけども、これは 15g というコンパクト仕様です。特徴的なのはこのハンドルですね。こんな感じ、カチャッ、これがね画期的だったんですよ。他にはねあんまり見ないものですね。あとはG1 と中身は一緒ですね、基本的には、簡単清掃もできます。はい、ではね、引き続きなんですけども、豆をねどんぐらい入るかというのを実際にグラム数測りながらやっていきましょう。ではですね、ちょっと順番を変更します。まずこの G プロからやっていきましょうか。準備しますね。乗っけた状態から、この状態からですねやった方がいいか。はい、今0ですね。
ここに、一応、通常のですね、表記としては 25g、焙煎豆で 25g から 30g というふうに書いてます。で、実際に入れた感じどうなのかと。で、今日使用、実験でやる豆は、私がですね、ちょっと焙煎豆でもう、まあ、これ、ちょっともうダメになっちゃった豆です。大小それぞれね、いろんな豆がちょっと混ざっちゃってるんですけども、逆に平均的になってるので、いいかなと思います。今日はこれをね、使って実験です。ではね、入れてきますね。はい、今ですね、この、まあ、ただね、先ほどもちょっと言った通り、このね、表記というのはあくまでその、まあ、大体というふうに考えておいた方がいいです。ですね、本当にね、焙煎具合と豆の種類によって、全然変わってきます、うん。なのでね、一応今回も、僕のこの実験用の豆でという感じですね。はい、ではね、入れました。今ね、25.5 ですね。上、見てください。もうね、これで蓋はね、これがギリギリです、閉まるので、ちょっと閉めてみましょうか。はい、閉まりました。一応ね、こんな感じですね。なのでこの平均の焙煎豆で、まあ、ちょっと隙間あるかな。もうちょっと行ってみましょうか。実験なんでね、もうちょっといけるか。はい、こんな感じで、うん、よいしょ、もうちょっといけるか。いけるね。はい、ちょっとね、これもう蓋が閉まんないぐらいになっちゃいました。この時点で29、そうですね、まあ、閉まるという意味ではちょっとこれで取って、まあ、例えばね、こんな感じ 28.6、 うん、一応閉まりました。はい、こんな感じなんですよね。で、ちょっと一回引いてみましょうね。ちなみにね、ご参考までに、こういった筒型のミルはハンドルをこう回すイメージというよりかは本体の方を回すイメージでやると力が入りやすいです。はい、引けました。よいしょ。お、はい、こんな感じですね。さっきのグラム数で満パンまでこれタンクにね入りました。まあ、なので25からだいたい30、うん、でだいたい合ってると思います、表記的にはね。はい、はい、ではね、次はタイムモアの G1 です。今0ですね。ここに豆を入れていきましょう。はい、ちょっとね、これ蓋が少し上に上がっちゃった状態ですね。こんな感じになってますね。ちょっとこれ整理して、よいしょ、あ、閉まった。はい、こんな感じですね。ちゃんと閉まりました。限界ぐらいがこんな感じです。そのグラム数は、はい、28.3 ですかね。まあ大体同じですね、うん、大体同じぐらいだと思います。ではね、これで実際引いてみましょう。はい、引けました。はい、こんな感じですね。うん、若干の余裕あるかな。まあギリギリか。うん、こんな感じですね。タンクにも今のが全部入りましたということですね。はい、次はね、コマンダンテになります。これはね、もともと 40g まで入るというふうにね、書いてますんで、もっと大容量になりますね。はい、40g入れてみました。はい、閉まるかな。ああ、いきましたね。はい、ということでね、これも引いてみましょう。はい、引けました。はい、こんな感じですね。
うん、ギリギリですけど、これ 40g ですからね、大容量ですよね。はい、ではね、補足1個ですね、プラス1というね、タイムモアのナノというシリーズになります。一応表記の上では 15g ですねの容量と言われています。はい、まあこんなもんですかね。 15.1、 はい、うん、しっかりとね閉まりました。では引いていきます。引けました。お、こんな感じですね。うん、ちゃんとね入りますね。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね、この3大ステンレスミルプラスアルファでですね、比べてみました。それぞれのねいい特徴が出てると思います。でね、やっぱり容量というところでは、まあ、G プルと、ね、G1 はまあほぼ同じというふうに考えて大丈夫ですね。でコマンダンテがやっぱり 40g でちょっと容量が大きいかなと思います。でこのナノに関しては 15g なんですけども、まあ、例えばね今流行っているソロキャンプなんかで、ね、まあ、ソロキャンプ行く方なんかはねこのコンパクトさっていうのはものすごくいいなというふうに思いますね。これでね焚き火の前でねこう豆を引くというね時間もまたいいかなというふうに思いますね。ただね、まあ、これも薄しっかりしているので、まあ、2人用とかね入れる場合はもう1回豆を入れ直していただければまたそれはそれで引けるので、まあ、それはね、その選ぶ方のね、こうやり方にもよるかと思います。で大容量を一気にね、まあ、30g は確実にまあできれば引きたいなと、もしくは豆によっては 40g とかねできれば1回でやりたいなっていう方は、まあ、コマンダンテがやっぱり優勢になるかなと。で 30g でもよくて、まあ、例えばその清掃の方をちょっと簡単にある程度済ませたいという方はタイムモアになってくるのかなというふうに思います。あとね、そのどうしても引き目調整を外でこう簡単にやりたいよとかね、そういった方なんかは G プロとかね、まあね、その使い用途によって、選べるのかなと。性能はねかなり均衡してます、拮抗してますね。なので、コーツつけがたいかなというふうには思ってます。うん、ただねやっぱねコマンダンテは改めてでもすごいなというふうに思いました、うん、ですね。はい、という感じでね、今日はこんな感じで比べてみました。ご参考になればと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。